はいどうも、ボットボットです。ということで、今回もコーチング企画やっていきたいと思います。さあ、今回視点をいただきました。なんていうもんだ、これ。いるる様。ありがとうございます。はい、ということで、早速見ていきたいと思います。ちょっと試合数聞くの忘れちゃったんだけど、この方は、わあ、早い。あれですね、復帰勢ですね。復帰勢。うん、レート2600ぐらいまでは、前に到達してたという感じなんで、まあ、結構やられてるんじゃないかなと思います。さあ、しょって、流星固定か。これ2枚回しちゃっていいですね。これ2枚回して、でけえな。音、よいしょ。ね、これ2枚回して、どん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 武器引いていく方が僕は好みかなと。で、お守り抜かれちゃう。まあ、痛い。ねん。これもね、なるべく、早く流星プラス武器で殴っていってもいいんじゃないかなと思います。反射怖いけどね。反射怖いけど。ガンガン攻める方が僕は好みですね。ミス。そう、これ流星見せないとね、相手ケアカード切ってくれないんで、硬い土プラス流星とかでもよかったかなと思います。あ、目標はレート3000ぐらいまで行きたいということなんで。まあ今2100とかなんでね。まあいけるとは思うんですけど。多分すぐいけると思うんですけど。お手伝いしていきたい。で、ここの MP29 ぶりは良くないですね。ウル15、ウラ14受けれるようにしようと、まあ、いうことだと思うんですけど、もうちょっと攻めたいかなと思います。個人的には。まあ、ウル15から3発流星打てるように。で、これ流星単打ちでいいと思うんだけど。うん、ブッパはこれ、裏目ありすぎだと思う。普通に流星連打で。うん。まあ、スカイエンゼルシールドで止められてたんですけど、1回は。まあ、ただ4発くらい打てるように。打っておけたら、打ち打ち打ちで、勝てたんで、守ってないかなという感じはします。まあ、ただ、殴っていく、通常で殴っていくプレイに切り替えたと。ナイス。まあ、ただ、相手エンゼルナイフもありましたね。ちょっと、僕のプランでは結構ダメだったかもしれない。で、これ、シャドウハンドから行くのは、通るんだ。お守りがあるからってことだよね。え、お守りがあっても今のちょっとよくわかんないな。普通に通常攻撃で殴って、通常攻撃で殴って相手お守り復帰裏シャドウハンドを通ったら勝ってたってことでしょ。だからこれめちゃくちゃもったいないんじゃないですかね。めちゃくちゃもったいないんじゃない。多分そうだよね。うん、だから通常から行かないとダメでしょうね。これは通常属性で相手の HP0 にして、で、裏のシャドウハンドで勝負した方が良かったんじゃないかなと思います。まあ、ただ、ここ、ウル15。あ、これ、エンゼルナイフ切っちゃダメですね。これは、木属性の防具で受けて、裏、ウル15で潰しに行っても良かったかなと。もう、どっちみち、この流星、殴りで使うつもりだと思うんで。で、ここもまあ、ウル10でいいんじゃないかな。そうですね。ここウル10でポイント作って、どんどん攻めていきたいかなと。で、この方は3000目標ということで、あと辛口でいいっていうことなんで、けど、やっぱり今みたいな、プレイスピード、この5秒とか10秒とかがね、積もり積もって、その日、もう1試合多くできるかとか、うん、その1週間で何試合にもなっていくんで、このプレイスピードは。で、まあ、なんで、もっとプレイスピード上げていきたいの、と、ここはもっと MP 振らないとダメですね。もうこれ、ギリギリまで、うん、ギリギリまでもっと振っていいと思う。もっと振っていいと思う。MP。もっと振って、もう武器でゴリゴリ殴っ詰めていった方がいいと思います。うん。いただいた、なんか文章に、なんだっけな。攻めるタイミング、ケアするか割り切るかの判断とかが難しかったって書いてあるんですけど、まあまさにここだと思う。そう、ここで、まあ例えば MP あと14くらい振ってやったら、あと2回流星使えるんで、これ24だったら攻撃、まあ多分かなり熱いんですよね。うん。なんで、もっとそこを、今は多分攻める時だと思うんで、まあ攻めれたらよかったかなと。やっぱドロー枚数もね、2枚変わるんでね。2回振れると、じゃあウル引けたらめちゃくちゃ熱いみたいな感じで、もちろんその分相手からの岩が浮かんなくなりやすいんで難しいところではあるんだけど、ですね。あと14だから多く振っといたら、まあ、ミリ単位とかだったかもしれない。
ミリ隊とかだったかもしれないですね。まあ相手連打してくるか。で、あー、売るねー。ここの売るは嫌だねー。売るとかあるのかな。さあ、回復で受けて。岩はもうさすがに反射せざるを得ない。あー、アイテム結構ある。まあこれはしゃないですね。まあただ僕だったら多分もうちょっと流星で詰めていけてたかなっていうのと、あとは、あそこですね。お守り買われた時、お守り買われて相手がなんか、エンゼルナイフ、こっちに打ってきてた時に、まあ僕だったらもう素直にエンゼルナイフ打ってたかなっていう感じですね。で、裏のシャドウハンド通ったら勝てるみたいな。そういうワンチャンを作ってたかなと思います。さあ、2試合目。よろしくお願いしますと。これ買うから、ナイス。貝殻引けたらフラッシュだが売りまでしや。貝殻引けなかったら、まあ素直にフラッシュだがうちでいいかなと思います。これあっちナイフから行きたいですね。そうそうそう。細かいんだけど。で、ゴリ回していきたいですね。手札。ああ、それダメよ。6点の方切らないと。まあ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 。いいよ。で、MP プラグを、で、ちょっと一回受けたいですね。一回受けて、いい手札。さあ、いつも。これは運入れたい。ナイス。ナイス。このバーニングジャケット残し、バーニングジャケットじゃなくて、守備力6の方を切って、地獄のハサミを反射された時に1枚で受けれるようにするっていう手もあったかなと。で、これ普通にフラッシュダガーから行きたいですね。そうそう。相手の反射とかまでケアしたいかなっていうのと、まあ、あとは精霊氷河期とかもね、あるんで、水属性は。水属性の防具っていうのは結構価値が高いよっていう、そういう話もあります。ナイスシールド。まあ、ワンチャン通らんかな。これね、たくさん回したいですね。6、5、4なんで3枚回していいと思う。これ3枚回して武器引いて、もう1枚削りに行きたいんだよね。本当は。そう、あとはプラス系とか引きたいんですよね。まあ、ただ今回は通ると。まあ、貝殻はなさそうだけど、ないですね。両替、両替買われるの痛いな。まあ、しゃあないです。こればっかりはしゃあない。で、殴って詰めていきたい。ここは殴りですね。ここは殴りじゃない？ここはな、まあまあまあ、でも、どっちみち、後で武器引けたらいいんで、ってことかな。ただね、両替を、残しておくと、まあ、裏に奇跡とか引いた時に動きやすいんですよね、すごい。そういう勝ち筋を見たいっていう気持ちもある。こっちの方がターン効率はいいんだけど。あ、両替かー、だりね。まあ、これは素直に杵打ちなのかな。まあ、貝殻から打ちとかもありますね。一回貝殻から打ちして、薄引いたらね、でかいんで、こっち。貝殻から打ちで、まあ、みたいな。ちょっと待つか、みたいな。プレイもありかなと思います。稲妻キッズ。で、ここもう売りたいですね。もう売りたいね。もう売りたいね。285で。もうこれは指輪打っちゃおう。指輪防具でもいい。指輪打っちゃおう。指輪売りたいっすね。MP プラ15は何が来るか分かんないけど。まあ何も来ないかもしれないけど。売るで詰めていきたいっすね。なんなら売るもう一旦早く詰めたかったかな。言い忘れてたんですけど、まあ言ったっけ、辛口でいいとのことなんで、辛口で行かせていただきたいかなと思います。そうだな、まあ早めに売ってもよかったんじゃないかなという感じです。まあここは売りで潰していきたい。そうですね。まあこれ精霊から打ってもいいんだけど、本当にワンチャン潰すためにもみたいな感じかな。売るから詰めていきたいと。相手のね、まあ、ミラーとかまで一応見とかないといけないんで、ミラー今引きとかまで。まあ、これは売りで勝ちと。ナイス。はい。まあ、全体的には悪くないプレイだったかなと思います。編集してくれてるのかな？なんか、そんな感じする。カット編集とかしてくれてるのかな？さあ、3試合目。ああ、いい手札だね。いい手札ですね。これ、かなり運がいい。ここまでの、2試合ちょっと。見てても、結構展開的にもね、すごい今、運がいい気なんで、この間に勝率伸ばしておきたいのと、これ僕だったら反射権ほじってますね。まだほじってるな。まだほじって手札3枚入れ替えてるかな。13点だっけ、攻撃。あんまり、
うまみがないんで、まだほじってるかなという感じです。これ線香入れてから反射鏡とかの方が熱くね。まあ、将来そうやってコンボがつながる可能性もあるんでって、でここはヒリュー一角から通して、先行裏を狙っていきたい、いった方がいいんじゃないかなと思います。これね、光属性防具ってね、すぐ切るチャンスあるんで、うん、残り切ってみたいな。そうそうそう、で相手ハートの貝殻しかなかったらハートの貝殻吐かせられるんで、暗雲へのコンボにつながると。でまあさすがにもろぶっ込みアクスカルでいいかなと思います。相手防具なさそうなんだけど、なさそうなんだけど、まあ、モロブッコミアクスから行って、うん、回りましたね。だこれで裏通る可能性もあるんで、いやと。まあ、僕だったら、一回ランダム剣でツンツンする手もあるかなと思います。あれ、相手の出てきた防具がね、弱かったんで、これダメだね。ランダム剣プラスメイヤーは何やってるのって話になってしまう。これ、アイアンアーマー、ランダム剣で剥がして、裏メイヤーで勝ってた可能性、結構高いんで、今のは、プレイの、あの目的じゃないですけど、うん、見えてこない意図がプレイのあんま良くないですね。はい、闇を通しに行きましょう。さあメイヤから、うん、まあ、フレアックスで熱いですね。フレアックス裏も熱いよ。でこれ相手防具ないんで、もうパワーハルベルト切る手もある。うん、パワーハルベルト切ってもいいんじゃない。パワーハルベルト切って、まあランダム剣ほじっといたらなんかワンチャンあっても大丈夫なんで。そうそうそう、でこれね、ワンド切る手もあるんですね。ワンド切って相手の両替裏売りとかで詰めに行くっていう手もあるんで、まあこれは結構、うん、全部ありかなという感じはします。でこれ10円なんで相手買う飛んでくるんで、売るは確定いい。まあ精霊だと思う。売る20、いやーこれダメだね。相手買うでしょこれ。一旦止めるわ。ちょっとさすがにこれはダメですね。ランダム剣からはダメですね。多分ランダム剣売り売りとかを見てたんだと思うんだけど、絶対ダメです。これは先売るせいで、そう、これ買うなんだよね。じゃあこれ売る抜かれたらもう激痛なんでね。今回めちゃくちゃ運がいいんだけど。はい。まあ売り売りで勝てるんで、売り売りで勝てるよ。売り売りで勝てるよ。相手ミラー見えてたっけ？見えてないの？うん、そうですね。まあ、まあまあ。精霊の帯から。相手が売り返してこなかったらまあ勝ちか。はいはい。はい、ということで。まあ今のはめちゃくちゃ危なかったですね。これ一気に負け試合になる可能性あるんで。そう。売る一枚抜かれたら、売り殺しできなくなって、こっち邪神切らざるを得なくなって、邪神裏、刺されてたら結構やばかったかなっていう感じなんで、今の試合はかなり反省点が多いかなと思います。さあ、ただ手札はめちゃくちゃいいですね。これ放棄から。大きいからもう3枚ぶっぱでいいんじゃないかな。これ闇を最初ね、通しに行くプレイもありだと思うんだよね。個人的には。個人的には、まあ通しに行くプレイもありかなと思うんだけど、まあ、ゆっくり行くパターンも全然悪くはないんで。うん。悪くはないんで。見ていきましょうか。さあ、ただ結構 HP に差がついちゃってるんで、どう動くかは結構難しいところはあります。さあ、激烈疾風剣を引いて、これは一回受けたいですね。受けて。でも、両替引き切ってもいいですね。MP25 はちょっと多すぎる気がする。22、1とか2ぐらいでいいかなと。ここは HP ちょっと残したいんですよね。そうですね。まあ、ぶっぱかな。ぶっぱ。結構受け売りですね。この切り鉄砲はあんま良くないかも。この切り鉄砲はね、なんかいまいちな気する。財宝の方が良かったかもしれないですね。受けるんだったら、もう僕だったらぶっぱしてるんだけど、もう遅いんだよ、ここで言っても。もう遅いんだよ、だって防具買われちゃったから、ダメなんですよね。そうそう。いや、結構きついね。そう、これもう僕だったら裏闇属性持ってたら、僕が相手だったら投資に行く場面だと思う。これ相手防具なさそうっつって。投資に来ると思う。いや、だからめちゃくちゃきつい。で、早めにランダム剣回すのもありかなと。まあやっぱり最初突っ込んどいた方が、まあ結果論ですけど、期待値は高かったんじゃないかなと。これ反射ですね。で、まあ、
まあ、結果論に見えるかもしれないんですけど、期待値高かったんじゃないかなと思います。これめちゃくちゃ展開ついてるんで。で、これはさすがに、雷から行かないとダメですね。ここの顔が受からない。で、ここは先雷固定なんじゃないかな。特にデメリットもないよね。これ雷見えてないですね。相手に暗雲入ってるから、雷連打で勝ちなんだよね。で、相手これ防具1枚買われてて、まあ、その他2、3枚はあるだろうから。相手手札回して負け筋を作ってしまっている。これ雷連打しなかったのはなぜかっていうところですよね。このプレイで3000いくのは結構難しいと思います、今のままでは。あ、いけんのかな、わかんねえわかんねえけど、まあただ結果的には闇属性通りそうなのと、ツモがめちゃくちゃ良かったですね。はい、まあ、なんでこれは雷から滝で勝ちです。これも、先に、雷から行かないと反射が受かってないんですよね。そう。あと、相手の両替とかも受かってないんで。まあ、これ雷。え、相手、ああ、ごめん、暗雲消えてた。相手、いつの間にか暗雲消えてた。いつの間にか暗雲消えてました。あ、このタイミングで消えてますね。そうそうそう。すいません、ここ見落としてました。まあ、でも、なおさらそれだったら雷、最初に打っとかないといけなかったですよね。と間違ってないよね。間違ってないよね。ちょ、怖いから見とこう。うん、このタイミングでだから雷先に打っといたらっていう話ですね。はい、で、まあでも言うて何でも通りそう。うん。ここは27振りです。27振りでウル15まで受けないとダメ。ダメ。ダメです。まあ相手防具きつそうなんで、売られてもまあなんとかなるかもしれないんだけど。ウルはね、常に受けといた方がいいですね。まあ、反射嫌なんだけど、うん。反射は嫌なんですけど。それだったらせめて17ぐらい振らないといけないかな。17だと、でも17だと反射受かってないか。細かいところなんですけど、結構、プレイングとしては。まあ、3000目標にするのであれば、もうちょっと改善の余地は多いかなと思います。さあ、次の試合見ていきたいと思います。はい。ノコブンブン反射剣。これめちゃくちゃ手札いいじゃん。嫉妬しちゃうわ。嫉妬しちゃいますよ。こんな。まあ、このやっぱりいい期間の時、いい展開とかいい手札が引ける時に、どれだけ勝ちを進めるかっていうのも、このゲーム結構大事な、ポイントかなと思うんで。まあ、氷連打で受けて手札増やしてって感じかな。そうですね。いいね。いい手札だね。まあ、鋼の盾。これはもう両替して切り替えてぶっ込んでくのがセオリーかな。まあ、30ぐらい振りたいか。30ぐらい振りたいですね。29振り好きですね。この人さっきも29振りしてたっけ。多分オリチャーなんでしょう。オリチャーはいいですね。うん。オリジナル。多分理論があるんだと思う。僕だったら30振るけど、自分でなんかそうこういう意図があるから29振りましたっていう風に考えてるってところが素晴らしいと思います。俺またいつかね、動画にして出したいなと思ってる内容なんだけど。で、これは流星ノコブンブン一旦遅らせてもよかったかなとは思いますね。ウル15がね、受かってるんで、一回ちょっとこの辺で詰めてから、ノコブンブンで一気に借りに行った方が、ここ両替されたら裏目になっちゃうんで、これ今回も前回も、たまたま相手両替持ってなかったですけど、ほな両替やったらめちゃくちゃ裏目なんでね。まあ、良くないかなと思います。勝ってるけど内容としてはかなり、マイナスポイントが多いかなと。思います。さあ、次の試合見ていきたいですね。まあ、これは買うからでいいんじゃないかなと。オッケー、防具抜ける。防具が抜ける。で、雫。まあまあ、買う買うでいいですね。両替とか欲しいよね。防具いいね。2枚目の防具引けて。これで打ち合いにもかなり強くなってて、まあ、風入れるかどうかなんだけど、風一回打つ手もありかなと思いますね。てか、結構打った方がいいよりかな。うん。ここで反射ケア持たれてる可能性そんな高くないんで。うわぁ、めちゃくちゃ刺さってる風がいいよ。あ、これはもう鎖釜から行きたいですね。これ鎖釜から行って地球神に圧かけていきたいかな。大きい。
まあこれね、相手殴ってたらこのほうきもらわなかった可能性も 10% あるんで、まあ、10%、うん、まあ、もうちょっと少ないかもしれないけど、可能性を減らせたんで、細かいとこなんですけど、やっていきたいですね。あ、これ、9日ゼレンだね。あんま強くないと思う。まあでも、さすがに貝殻持ってないから、地獄病まで行くってことか。じゃあ強いかも。じゃあ強いかも。じゃあ強いです。それだったら、MP30 ぐらい振りたいですね。こっちお守りあるんで。風連打で勝ち切るんだったら、ありかなと思いますが。まあちょっと見ていきたいかな。まあここまでプレイを見てきて分かったことは、ちょっとやっぱり、プレイに一貫性がない。今、この手札とこの展開で、何をしたいのかっていうところが、まだあんまりなんか、芯がないというか、まだプレイ数がちょっと少ないんで、そこが経験不足なのかなと思います。この展開だったらどうしようかな、みたいな。その、やりたい目標に向かって最短距離で行かないと、このゲーム運ゲーなんで、相手にね、いい展開を引かれちゃうと、一気にひっくり返されちゃうんで、なるべくそれを減らしていこうよと。うん、そういう考え方が大事なんじゃないかなと思いました。さあ、これはもう通常で殴っていくのかな。ここの聖剣はちょっとよくわかんないですけど。まあ、まあ、これはするかな。うん。スルーして殴っていくと。ここの開業もめちゃくちゃいいですね。さあ。いやー、まあ、これはちょっと相手の、まあ、ミスだと思いますが。え、これ殴って勝った方がいいんじゃね？お守りあるから、弓剣はいらないよ。これは、だって相手お守りあ、お守りじゃねえ、両替持ってたらえらいことになっちゃうんで。よくないですね。うん、今のはめちゃくちゃ良くないプレイだとは思います。で、ここの風もよくわかんない。普通に打って、まあまあまあ、防具を絞って勝つってことかな。相手両替もなさそうだしってことか。うん、相手貝殻持ってましたね。ここでパワーハルベルト打つんだったらちょっと、まあ、さっき詰めてった方が良かったんじゃないかなとは思います。これ、両替されたらえらいことになっちゃう。では、2枚回して、属性攻撃引きたいんで、2枚回した方がいいですね、ここは。竹林町だけケアしてもどうしようもないんで、2枚回して。なるほど。まあ、風で止める判断はね、すごい良かったなと思います、今回は。そう、風連打ね、弱いんですよね、あの展開から、あんまり。まあまあ、あいつどんだけ貝殻持ってんのどんだけ貝殻持ってるんだったら、最初から直しておいた方が良かったんじゃないかまあまあ思うんですけど。まあということで、ここまでプレイを見させていただきましたが、まあまあ、まだまだ課題は多いかなと思います。まず、もう一言で言うのであれば、やっぱり、今何が一番するべきっていうところを常にこの盤面見て考える練習を一番先に優先してやるのがいいんじゃないかなと思いました。ということで、まあ、同じようなレートの人も参考になったなと思ったら高評価、チャンネル登録して、また次回のボットの動画見に来てください。それではまた。さよなら。バイバイ。